はいみなさんこんにちはバイトサイズジャパニーズのレイラです今日のエピソードは、えー、めっちゃ日本語を勉強できるエピソードです、えー、動詞の合う人と合うとか、えー、合わせるとかね、えー、みんな多分知ってると思います、まあ、基本的な基本的はベーシックね基本的な動詞ですよねでこの合うは 自動詞で、えー、これの他動詞が合わせるですよ、ね、でまあこの「合う」という動詞は、まあ、2つのものが1つになるっていうイメージ意味があります、まあ、この意味をね理解するとこの「合う」っていう動詞をもういろんなシチュエーションいろんな意味で 使うことができるんですね。そうそう。まあ、なので今日はこの合うっていう言葉の意味をね、たくさん例文を使って皆さんに教えたいなと思います。すごくね、勉強になると思うので、ぜひ最後まで聞いてくださいね。はい。そう。で、まあさっきも言いましたが、この漢字の合う、これ自動詞ね。 この「会う」とか「合わせるは」は2つのものが1つになるという意味があります例えば、えー、この「会うを」を2人の人の時間が会う1つになるという意味で使うことができますまあ例文を言いますね明日7時から飲み会するんですが えー、イモトさん、あ、私の名前、イモトなんですが、えー、イモトさんも時間が合えば来ませんかとかね。うん。イモトさんも時間が合えば来ませんかこう、時間が合えば、飲み会のね、7時の時間と私の時間が、こう、ぴったり、同じだったら来ませんかですよね。とか、レイラさんの予定が合えば、 来週バーベキューしませんかとかね。来週の土曜日、予定が合えばバーベキューしませんか予定が合う。ね。同じ時に時間があればバーベキューしませんかですよね。とか、うん、まあ私の家族はみんな仕事をしているので、夜ご飯の時間が合いません。 夜ごはんの時間がなかなか合いません。こう、みんなが同じ時間に食事ができないんですよね。そういう風にも使えます。とかー、まあ私は仕事をしているので、彼氏と休みの日がなかなか合わないです。だからデートに行けません。とかね。そう。 だからこの合うっていうのは、まあ時間とかタイミングとか予定とか日にちが同じになるっていう言いたい時に使うことができるんですね。はい。じゃあ次の合うの意味ですが、使い方ね。例文。例えば、クラスのイケメンと目が合う。<laughs> 目が合う。この目と目が合うんですね。これは、まあ、イケメンも私を見てるし、私もイケメンを見てる。これ、目が合うと言います。目が合う。あ、今あのおじさんと目が合った。うわ、あのおばさんと目合った。気まず、気まず、みたいなね。<laughs> だから、えー、目と目が合うことを、 目が合うと言います。これ結構、えー、覚えておくと便利な言葉ですね。で、もちろんこの合うは気持ちとか考えが同じ時にも使うことができます。例えば私たちはすごく気が合います。気って、まあ、気持ちですよね。で気が合うは えー、気持ちが同じ似ているだからまあ仲がいい仲良しっていう意味ね、えー、私たちはすごく気が合いますとか私は田中さんとすごく気が合うんですよねやっぱり気が合う人と一緒にいたいですよねなんか気が合う人と付き合いたいですよねとかねそうだから「会う」は「 気持ちとか考えが同じ時にも使います。で、次の「アうの使い方ね。「アうは、まあ、答えが正解する。その問題の正しい答えが見つかるときにも、この「合うを使うことができます。答えが「合う、ね。まあ、正解するっていう意味ですね。 答えが合うとか、あとは、まあ算数、算数とか、まあますね。算数の答えが合う。算数の計算が合う。計算は、like, calculation? まあ1たす1は2、2たす2は4ね。これは計算ですね。だから、計算が合うとか、 計算の答えが合う、うん、これも最初に問題の答えがあって私が出した答えと、えー、同じですね。だから合うんですね。Okay. <laughs> えー、もう一つこの合うを使うことができる場合シチュエーションがあります。それは、まあ、ちょうどいいという意味ですね。 例えば「指輪のサイズが合う」まあ、これは、まあ、私の指とこの指輪が同じ大きさ同じサイズという意味ですよね、まあ、なので「えー、合う」はサイズが合うとか、まあ、サイズが同じとかちょうどいいっていう意味もありますだから 指輪のサイズが合う。服のサイズが合う。とか、ね、靴のサイズが合う。この靴は私の足に合います。えこのズボンは私のう、えー、よく合います。とか、あとはカメラのピントが合う。とかねこの。だから合うっていうのはぴったり、ちょうどいい。 同じサイズっていう感じの意味があるかなそうで結構ねもうたくさん喋ってますねもう8分以上喋ってるねでどうですか皆さんこの「あう」の使い方少しわかりましたかね時間とかまあ予定とか気持ちや考えとか問題の答えとかまあサイズがまあ 同じ2つのもののそれらが同じという時にこの「合う」という言葉を使うことができるんですねはいで本当はね今日はもう少しこの「合う」について話したいなと思ってたくさんメモを書いてたんだけどなんかそろそろ時間がなくなりそうですねえー、じゃあもう,もうちょっとだけ言おうかな でこの「会う」は、えー、動詞プラス「会う」の形でも使います。例えば、えー、支え合う。支えるっていうのは、とサポートね。支え合う。これで、まあ、一緒に支えるとか、この2人の人が一緒に、まあ、お互いに支えるという意味になります。 お互いには to each other each、ま、2、あ、人とか何人かの人が一緒にという意味ねだから例えば話し合う話し合う話すプラス合う話し合うでこう何人かの人がこう一緒にこう話してねなんかこう大切なことを決めたり 考えたりすることを話し合うとかねあとはまあ認め合う認めるは to accept 認め合うはお互いにじ、えー、人のことをこう accept 認めるだから例えば全然違う人種人種は like race、まあ、人種の人がお互いを 認め合うことは大切ですよねとかね違う文化を認め合うことはとても大切ですよねとかこんなふうに使いますねこの「合う」って言葉すごく簡単ベーシックね基本的なんだけどこういろんな使い方があってでこの使い方がマスターできると 日本語がめちゃくちゃ上手になると思います。だから皆さんね、今日のエピソードでしっかり勉強して、ね、上手にこの、会うという動詞を使ってください。OK ですかじゃあ今日はこんな感じで終わります。<laughs> ね、ほんといつも聞いてくれてありがとうございます。これからもね、私と一緒に日本語の勉強頑張りましょう。じゃあ、またねバイバイ